どうもおはようございます。鶴本チャンネルの鶴本です。イエーイ、この度、YouTube チャンネルを開設して、野球についていろいろ上げていこうかなと思っております。野球の基礎だったり、みんなが気になるような変化球、バッターの攻め方、バッターだったらバッティング、バッティングだったりね、バッティングもいろんなパワーヒッターになりたい、イチローさんみたいなああいうアンダー製造機になりたい、いろいろ多分小さいボールが夢はあると思うんで、その夢に僕がちょっとでも、頼りになれるように、この YouTube チャンネルをちょっとやってみました。そうですね、個人的な目標としてはとりあえず1000回再生、とりあえず1000回再生、1000回再生いかなかったらやめます。もうやめちゃいますよ。だから皆さん、上げた時はぜひ最初から最後まで飛ばさずに見るようにお願いします。じゃあとりあえずやってみますか。とりあえず、野球の一番基礎のキャッチボール編からやりたいと思います。どうぞ。鶴本チャンネル、まずキャッチボールの基本からいきます。まずは一本足でまっすぐ立ちます。まっすぐ、まっすぐ立って相手の胸に投げる。 OK？ ちょっと何言ってか分かんないです。まっすぐ立ちます。立って相手の胸に投げます。部長、何？基本ですよ、基本。まっすぐ、ぶれない。まっすぐ立って投げる。はい、もう一回。まっすぐ、まっすぐ。 OK かな。次、肩ができてきたら離れていく。離れていってな。これも一緒、まっすぐ立って投げる。まっすぐ、オッケー。次離れてや、結構離れてや。遠投バージョン、遠投も一緒。いくよ、まっすぐ立つ、まっすぐ立って OK？ まっすぐ立って、まっすぐ立って、じゃあ次、まあこれピッチャーバージョンやからな。野手も一緒、野手も持って、まっすぐ。今のはバランス崩れたからダメ。野手も一緒、取って、ちょっと慣れたらステップ、ステップよ、ステップ。一本足立つ、これも試合を想定して相手の胸に投げる。 OK？ もう一丁、まっすぐ立って、これが基本です、キャッチボール。これができるようになってきたら回転を意識して投げる。みんな投げ方こうやで、こうこうや、フォーシーム、回転、
多分一緒。まっすぐ立って回転して投げる。もう一丁。慣れてきたら、慣れてきたらもっと速い球で、低い弾道、弾道じゃねえわ、低い、これよ、低いやつよ、弾道でいいんちゃう、低いやつでいくよ、行くよ、低いの、これダメ、ちょっと指にかかってた、今のダメ、ライン出してライン。もういっちゃおう。はい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 。OK？ これもライン出してまっすぐ。あ、今のいいね。それまたチャンネル。じゃあピッチングいきます。ピッチング。僕ピッチャーなんだね。ある、うん、プレートはないけど、うん、プレートに対して僕はセットポジションだからまっすぐ足を置く基本です。投げる以前の問題です。まっすぐでキャッチャーに対してもこれはまあ個人差があるけど僕はこんな感じ、ちょっとオープンスタンスで僕はセットもう投げ、じゃあ投げていきます。ピッチングの基本はさっきもキャッチボールと全く一緒、全部つながるからね。まっすぐ立って、ちょっあとは投げに行くときに、立ちます。ピッチャーの時にとってね、一番あかんのがストライクが入らない人に多い動きがあるんやけど、それが、まあワインアップにして立ちました。ストライクが入らないピッチャーは欲しいから前へ来たら前に行ってくるんです。これは絶対にダメだから、ストライク気にする人に言えるのは、それだったら一回ずっとキャッチャーを見てたら絶対こう突っ込んでしまうから。でなって一回目線を外すキャッチャーからこんな感じで、そしたらこんな感じで、こう一回目線を外す。見てます見てます。こう。でもいいし、こうしててこうでも、これなんか千賀君と一緒ね。こうして千賀君も見ないね。こうやね。これはなんで外すかっていうと、突っ込み防止にもなるし、突っ込み防止になるってことは何が良くなるかって言ったら球持ちも良くなる。だからそういうピッチャーにいいのは一回目線を外す。外して。これはめちゃくちゃいいよ。もう一回。別に投げれる人はずっと投げろって言うの。こう来て、こう来て。いいんやけど、ちょっと前に突っ込みがちとか言われてる人やったら、いいのは一回キャッチャー目線を。俺はこれ聞いてるから。それまたチャンネル。じゃあ次はストレート、次回見てくれた人は次回ストレート。僕もどっちかっていうと回転が綺麗なタイプのピッチャーで伸びる伸びるストレート一球投げます。ちょっと強め、
はい、今日は綺麗なストレートの投げ方、次回これをやりましょう。じゃあ次回はストレートね、ストレートよ、綺麗なあるストレートの投げ方を次回紹介します。完璧、見ました、見た、今のがストレート、OK?